続きを編みたいと思います。はい、どうも、編み狂いミストの角田です。どうも。はい、まあ、そんなわけでですね、今回はですね、前回に引き続きましてレモンを編んでみようの第3弾ですね。前回はですね、ここまで編みましたけども、今回はこの続きを編みたいと思います。はい、まあ、そんなわけでですね、早速編んでいきたいと思いますけども、前回はですね、本当に小さいというのもあってですね、全然見た目の変化は分かりづらかったと思うんですけども、とりあえずはですね、これで編んでいきたいと思います。でですね、前回の最後の方かなにですね、確かこの糸がもつれた時にキュッて素早く引っ張っちゃうと、となんだこの結ばれちゃうというか、きつく締まっちゃうので、ゆっくりほぐしましょうって言ったそばからですね、僕がこうやっちゃったんですよね。こうやっちゃいましてですね、でちょっと長さ的に今ここですよね、でここなので、長さ的に間に合うかなっていう感じもするんですけども、間に合わなかった場合はですね、まあその時のちょっと対処法みたいのをまたお伝えできればなと思います。はい、ってことでですね、ちょっと続きを編んでいきたいと思います。でこの前の時に今回で土回で終わりにしたいですみたいなことを言ってたんですけど、よく考えたらですね、おそらくこの編むところは今回で終わりにできると思うんですけども、綿を詰めるという作業のことをすっかり忘れてまして、なので多分今回では終わらないですね、なんだかんだで。よいしょ、でちょっと埃がついちゃってる、とりあえずは編んでいきたいと思います。鳥のさえずりが聞こえてますけども、音は入ってますかね。なんか春っぽくなってきたっていう感じですけど、とりあえず今回も前回に続いて16目ですね。とりあえずこの段でいいのかな。5、6、あ、ちょっと今撮れてたかな。ちょカメラを見にしないで、カメラを気にしないでちょっと編んじゃってましたね。でですね、今ちょうど洗い物をやった後にですね、これ編んでるんですけども、洗い物ってやった後ってなんか若干手が、指先とかがちょっとふにゃふにゃってなってると思うんですけども、ふにゃふにゃってなってる時って多分刺さりやすいと思うんですよね、この針先がですね。なのでですね、ちょっとふにゃふにゃってなってる時はですね、いつも以上にですね、気をつけた方がいいかなと思ってます。
鼻がきついかな。よいしょ。今全然数えないで編んでますね。ちょっと初めにちょっとなんか話しててもちょっと分かんなくなっちゃったんで諦めて、ちょっと数えなくてもまあ目に入れとけば大丈夫だろう的な感覚で編んじゃってますね。あそこ、あとですね、このミシン糸編みぐるみの注意点がですね、ホコリを噛んじゃったり結構するんですよね。ここもちょっとホコリが入っちゃってるから、あんまり、あんまりってなんだろう、なんであんまりって言ったんだろう。結構あのちっちゃい、本当になんだろう、なんてこともないホコリみたいのもですね、中に入っちゃって色が変わっちゃったりとかするのでですね、なんかすごい真剣に作品を編みたいって人はですね、そこら辺はちょっと気をつけてもらえればなと思います。なんでいいかな。とりあえず長さはこれで。よいしょ。よいしょ。で、次はですね、ちょっと、ここでいいかな。で、減らし目して。閉じる系でもう切っちゃっていいかな。どうしようかな。これあの前回の動画でもお話ししたんですけども、この初めに作り目の輪っかのあの余りというかですね、その糸なんですけども、結構ですね、この輪のここのがですね、結構ちょいちょいここに編んでるうちに開いちゃって開いてきちゃったりもするのでですね、あのすぐに切らないでですね、結構最後の方まで残しておいて、残しておいた方が結構いいと思います。で、どういう目数で編んだんだっけな、6、6、8、6、8、14、16、16、16、16みたいな感じで編んできてると思うんですけども、なのでちょっと今確か16目あると思うんですけども、次はちょっとここから8目までいいかな。8目にちょっと減らし目をして、全部だから減らし目減らし目で全部あれですね、2個ずつ減らして全部で8目にしたいと思います。で、僕の場合はですね、減らし目はあの1個飛ばしてちょっともう減らし目をしちゃうのでですね、このミシン糸の場合はですね、まああの減らし目の動画みたいのもあるのでですね、もしご興味がある方はですね見ていただければなと思います。で、あと目が、あと減らし目とかあと目が小さいのでですね、結構厄介なんですよね。あの一個飛ばしとかなってるかどうかはちょっとたまに分かんなくなっちゃうみたいなのがあって、飛ばせてない、飛ばせてないな。よいしょ。
で一個飛ばしで編んでいくとですね、どんどん、まあ、減らし目していくと、なんていうのかな、こっち側に、だからこれで言うとこっち側にどん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 寄っていく感じになるので、この減らし目の位置がどんどん遠くなっていく感じになるんですよね。なので減らし目じゃなくて間違えて隣の目をやっちゃうとかっていうのがあるのでですね、そこはちょっと気をつけて減らし目をしてもらいたいなと思います。これも減らせてないかな。隣のあれですよね、目に入っちゃってますね。ここではなくこっちってことですね。これ一個飛ばしてあるのが分かりますよね。で、そういえばソーイングビーなくなっちゃったみたいですよね。残念だったな、面白かったのにな。なかなか審査員の男性の方がいかにもって感じのスラッとしたあれですよね、方でしたけども、できてなかったのかな。数が変だ。1、2、いっか。結構前回もお話ししたんですけども、この果物系とかですね、そっち系は結構あんまりメスとかが多少なんていうかな、狙いというかですね、目的と違ってもですね、とりあえず良しとして僕の場合は編んじゃいますね。結構自然なものって綺麗じゃないものとか多いじゃないですか、作りが。なのであんまりきっちりしてなくてもそれはそれでいいのかなみたいな感じなので、そんな感じで編んでますね。あれ、また俺何個か数えてなかったけど、何目編んだんだ。でですね、ここが、減らし目をしてるはずなのに、最後はここに1個あるっていうことは、どこかで減らし目をしてなかったっていうことなんですよね。なので、こういう場合はどうするか。こういう場合はですね、僕の場合はですね、なかったことにしてですね、そこも飛ばして、そこも飛ばしてですね、終わりにしちゃいます。はい。なのでですね、よいしょ。なので、
ので、ちょっとそこはもう飛ばしということで、減らす込み、一番最後も減らし目をしたっていう体でですね、とりあえず、よし、頭に入れて、ここの段も終わりにしちゃいます。よいしょ。よし。まあ、こんな感じですよね。若干ここの、まあ、ここはちょっと若干広くなっちゃいましたけども、減らし目のところですね。減らし目型ですからね、きっちりしないと、ここに若干開いちゃうという感じにもなるんですけども、ここですね。あとはこれを実際に締めたらどうなるかをですね、まあちょっとお見せできればなと思います。で、とりあえずは、これでいいかな。次でまた、つむいしていこうかな。うん。まあ形としてはこんな感じなのでですね、うん、ちょっとレモンっぽく、ちょっと、なってるなと思います。はい。でですね、この余ったところ、余ったところというか、これはもう、いい加減もう切っちゃっていいですね。切っちゃっていいですね、って言って、ハサミを用意してないっていう感じなんですけども、まあ、とりあえずはこんな感じです。最後にちょちょちょっとやって。はい。まあ、こんな感じですね。とりあえずは。で、ですね。次は、糸というか。まあ、でもこの穴はちょっと気になるな。だけどちょっと編み直してもしょうがないので。まあ、とりあえず今回の場合はですね。ここはちょっと編み直した方がいいと思うんですけども、まあ、今回の場合はこれでよしとします。はい。でですね、初めに言ったこれ、ちょっと間に合いましたね。この、とりあえず間に合って、とりあえずここで閉じたいと思うのでですね、間に合って、よかったなっていう感じですけども、どうしようかな。で、ここで例えば、もし、こういうのがもしこうなってしまって、困ってちゃう人とかもしかしたらいるかもしれないんですけども、そういう場合はですね、そこだけちょっとやろうかな。じゃあ最後に方法としては、例えばここで切るとかって、ここで切って、例えばまだ長く続く時ですよね、ここで切って、まあここをまたここから取って編み直しっていうパターンもあると思うんですけども、切ってやるって若干めんどくさかったりもするんですよね。なのでですね、そういう時はですね、そういう時はここからですね、ここからもしまあちょっとまあ編むとしてこうしますよね。この時にこっち側まで取っちゃうんですよね。いつもよりも、だからこの絡まっちゃった先まで取っちゃう。取って、絡まった先を取って、こうやって、やって、で、こっからスタートしちゃうっていう感じ。ここからこうやって編み進めていく。こうやっていくっていう感じで。でいくっていうのは多分一番楽、僕の中だと楽だかなという感じですね。うん。この絡まっちゃった時はですね、そうやって編むとなかなか楽にいけますね。はい。まあそんなわけでですね、今回はですね、なんかまったりと時が過ぎていきましたけども、このレモンのですね、綿詰めの手前までですね、ちょっと編んでみました。でですね、次回はですね、ちょっと綿を詰めていきたいと思います。綿を詰めて閉じるところまでできたらいいかなという感じですかね。はい。そんなわけでですね、今回はですね、このレモンを編んでみようの第3弾ということでですね、この綿詰めの手前まで編んでみました。はい。最後までお付き合いありがとうございました。
それではまたお会いしましょう。ではでは。